ここは、ソーシャルカメラで映した世界ではどう考えてもなさそうだな。こんな大自然のみのフィールドなんてブレインバーストにあったかな。別の仮想世界とか。先輩！いない。先輩、どこ行っちゃったのかな？早く合流しないと。先輩！ゆい、そんなに急がなくても大丈夫だぞ。でも、せっかく3人のお出かけなのにもったいないです。ゆいちゃんはしゃいじゃってるね。ああ、ちょっと珍しいくらいにな。キリト君の作った花飾り、よく似合ってる。なあ、あまりうまくないけどな。作ってやるって約束したんだ。パパ、ママ。わかったわかった。今行くよ。確かにゲーム攻略も基本は時間との勝負だからな。目の前に置かれた状況を楽しみつつ上位を目指すなら、あざといくらいの効率性が重要だ。もうキリト君、またゲームの話してる。ごめんごめん。ここは仮想現実世界 VRMMO。 俺たちにとってはリアルと同等に価値のあるもう一つの生きている世界なんだよな。だから今は親子3人でいられるこのゆったりとした時を満喫するさ。私も頼ってくださいね。 SAO ソードアートオンラインのメンタルヘルスカウンセリングプログラムとしての力はもうありませんが、この ALO アルブヘイムオンラインでは私にはナビゲートという役目がありますから。そうだな、ゆい、頼りにしてるぞ。よろしくね、ゆいちゃん。はい。ゆいちゃん、どうしたの？パパとママと SAO で出会った時のことを思い出したんです。あの日、私はすぐにカーディナルシステムの意思によって消去されてしまいました。そうだな、22層の森で出会ってすぐに一層の国鉄級のダンジョンに行って、いろいろあったけど、あれってたった一日のことだったんだよな。そうだね。でもあの日、私たちが憧れたこと、3人
でずっと仲良く過ごすことが今はこうして現実になってるんだね。あれからいろいろあったけど、俺たちはまたこうして家族として過ごせてる。なんだか夢みたいだな。はい、それを考えていたらすごく嬉しくなっちゃいました。俺もだよ、ユイ。もちろん私も。はい、パパ、ママ、大好きです。いつまでもずっとこうして三人で過ごしましょうね。もちろんさ。あれ？あそこに敵モブがいるよ。この辺はめったにポップしないはずなのに。それほど強い敵はいないようです。よし、パパとママが早速と片付けてくるから、ユイはここで見ててくれ。早くピクニックを再開しような。私もユイちゃんにママの強いところ見せるからね。任せて。任せろ。任せて。任せろ。
なもんかな。それじゃあピクニック再開といきましょうか。はい。ユイどうかしたのか。いえ、何でもありません。さあ行きましょう。パパ、ママ。よかったね、ゆいちゃん。また一緒に行こうね。はい。さて、この後どうしようか。そうね、一旦宿屋に行かない？キリト君、アイテムの整理したいでしょう。ああ。なんだこの音。緊急のインフォメーションってウィンドウに表示されてるよ。パパ、開いてみてください。なになに。本日現時刻より緊急のメンテナンスを実施いたします。アルブヘイムオンラインをご利用のプレイヤーの皆様には即時ログアウトしていただけますようお願いいたします。え、こんな急に。普通は事前に情報を出すはずだよな。これまで ALO でこんなことはなかったよ。ちょっと嫌なこと思い出しちゃうね。アスナ、心配するな。俺たちは今アミスフィアで遊んでるんだ。万一ソフト的にログアウトできない状況になっても本体側から呼び戻すことが可能だし、現実の肉体も安全だ。うん、もちろんそれは分かってるよ。またインフォメーションが追記された。なお、ログアウトをされないプレイヤー様に関しましてはデータの破損、消去。ロールバックといった障害が発生することもありえます。ご注意ください。おいおい、なんだか随分と強引だな。プレイヤーをそっちのけで問題を急いで解決しようとしているみたいだ。実際今言ったような障害ってありえるの？普通のオンラインゲームならまだしも、カーディナルシステムに守られたこの世界でその可能性は低いはずだ。バックアップ用のサーバーもたくさん用意してるだろうし、保守も万全だ。この ALO でそんなことは起こりえないと思う。ということは、嘘をついてプレッシャーをかけてでもプレイヤーをログアウトさせたがってるってこと？だろうな。でもなんで？パパ、ママ、早くログアウトをした方が。
ユイ。私のことなら大丈夫です。二人がいない間は普段通りスリープモードに移行しておきますから。ユイちゃん。わかった、そうしよう。アスナ、俺たちは宿屋に行こうぜ。そこでログアウトしよう。アイテムを整理するくらいの時間はあるだろう。そうかもしれないけど。ではまた、パパ、ママ。ああ、またな、ユイ。ちょっと、キリト君？キリト君、待ってよ。ユイちゃんの様子が変だったよ。キリト君も分かってるんでしょ？ああ、もちろんだ。だからこそ一度離れた。え？そろそろいいだろう。ユイを追うんだ。追うって、ユイちゃんはどこに行くっていうの？それは分からない。だがユイはしきりに何かを気にしているようだった。あいつは何か探している。スリープモードにもなっていないはずだ。うん、分かった、追いかけよう。なんだありゃ。ここってスバルトエリアの荒野フィールドだよね。ああ、だが前まであんな巨大な塔はなかったはずだ。ユイはあの塔に向かったのか。ユイちゃんに作ってあげた。ユイ、キリト君、急ごう。私なんだか嫌な予感がするの。ああ、残念だが俺も同じだ。ユイ、ユイちゃん。アスナ、止まれ。標的のエレンにということか。どこの誰だか知らないが、通してもらうぞ。行くぞ。我が名は黒の王、ブラックロータス。セイ。はっはっは。やるな、黒の妖精。何なんだお前は。セイ。はっは。セイ。マジな、その俺の行く道を阻むな。黒く尖ったアバター。正体不明には知らないが、数回刃を交えただけでは。なかなか楽しませてくれる。しかしまだここからだ。悪いが、そういうわけにはいかないんだ。恐ろしい実力だな。貴様のような剣の使い手はブルーナイトやグラファイトエッジくらい、いや、それ以上だ。お前との勝負にうつつを抜かしている余裕は今はないんだ。はあ、
アスタ、ヒュイ。待て。あなたは一体。お前ならここへ来ると思っていた。あなた、誰？その子から離れなさい！ママ、危険です。この人と関わってはいけません！ユイちゃん？アスナ、この電脳世界に様々な奇跡を呼び起こした輝きの一対。お前はいずれ後悔することになる。その戯れに興じた己の愚行をな。あなたは何を？さっきの黒いアバターの仲間なの？わらわか、ペルソナ、黄昏の魔女ペルソナバベルとでも覚えておけ。妖精、いや人間よ。黄昏の魔女ペルソナバベル。何を？ユイちゃん！これで目標の第一段階は達成。人間たちに余計な知恵を与える邪魔な小妖精は虚無への封印に成功した。ここからが神々の黄昏の始まりだ。ユイちゃん、ユイちゃん扉が。あなたがこの塔を閉じたんでしょ。早く開けて、ユイちゃんを戻しなさい。無駄だ。この塔の封印はわらわ自身にも解くことはできぬ。何ですって？ユイちゃんをどうするつもりなの？言ったはず。これは神々の黄昏の始まりだと。神々の黄昏。アスタ！ケイト君、ユイちゃんが、ユイちゃんが。やはり来たか。どういうことか私にも説明してもらおうか、ペルソナバベル。ブラックロータス、貴様は十分に役立ってくれた。ほう、今までとは態度も全く変えたようだな。そして今のセリフ、己の悪行を認めるということでいいのだな。この状況を見ればどちらに非があるのか明白というもの。お前が取り交わした条件を保護にした際、私がどういう行動に出るか忘れたとは言わせんぞ。好きなだけわめくがいい、黒き王よ。なんだと？すでに世界の改変が始まった。敵モブが囲まれてるね。アスナ、
まずこいつらをどうにかした方が良さそうだ。うん。妖精の NPC たち、すまない、話は後にさせてもらうとして、ここは加勢させてくれ。え？ああ、そりゃもちろん助かるが、我が決断の過ち、せめて贖罪する機会が欲しい。くそ、多いな。おい、あんた、大丈夫か？愚問だな。私よりも自分の心配をしたらいい。余裕ってところか。あんたみたいなタイプは嫌いじゃない。ああ、私もだ。だけか。敵として立ちふさがられた時は正直参ったが、今はなんだか心強いぜ。ああ、こちらも同じ意見だ。はあ？はあ？はあ？これで全部だ。助かったぞ。この程度、どうということはない。敵は全部倒したが、ユイはあの塔の中か。でもキリト君、あの扉は破壊不能オブジェクトなら、あいつから開け方を聞き出すだけだ。そろそろか。我が最強のしもべ。何なんだこいつ。あの人が操っているのかもしれないな。しかしこの威圧感は異常だ。おそらく生半可なパラメータ設定はされていないだろう。この強さは
エネミー。しかもレジェンド級のエネミーに近いものを感じる。エネミー？レジェンド級？だがデザインに違和感がある。この世界のものとも思えないが、我々の世界のそれとも異なる。我々の世界？などと語り合っている暇はやはりないようだな。気づかれた！妖精たち、ここは一旦引くべきだ。でもユイちゃんが！アスナ、俺も気持ちは同じだ。ユイがどうなったのか知りたい。どうにかして助けたい。だがこの異常事態の中で無謀なバトルをしてキルされてしまうことが今一番のリスクだと思う。ここは一旦撤退しよう。キリト君、ユイちゃんを見捨てるの？バベル、どんな理由があったとしても俺はお前からユイを救い出す。ここは草原か。ふむ、どうやらあの荒野のフィールドから押し出されてしまったようだな。これはどういうことだ。スバルトエリアの景色が変わってる。このデザイン、風化ステージへの変遷か。風化？変遷？あんたの言葉には本当に聞き慣れない用語が多いな。どこか落ち着けるところで洗いざらい話すとしよう。そうだね。